野村あやです。私は作ることがとっても好きなので、その時私の母ですね、母が水引きを勧めてくれて、でそれで水引きを作り始めました。水引きを始めて半年ぐらいになります。今はアクセサリーとか小さいディスプレイのサンプルとかを作っているんですけれども、将来的にはより多くのマレーシアの方に水引きを知っていただきたいので、日本レストランとかホテルとかでディスプレイしていただけたら、これは夢のようなことですね。